はい、じゃあということでね、後半始まりますけど、まあ、前半のねちょっと振り返りということで、前半、2オーバーですね。そう、2オーバー、まあ今回ね、ベストボール方式ということで、僕と渡辺さんのいい方のスコアを取ってって、パワープレー目指しましょう、目指そうじゃないかというところでね、やってきてるんで、で、まあ、条件としてはその1人7ホール以上はね、採用しないということで、今のところ渡辺さんが6ホールで、僕が3ホールなんで、うん、まあ、僕が後半4ホールはねちょっと採用しないといけないんで、そこもちょっとね鍵を握るというか、戦略もしていかないとね、はい、いけないということなんで、まあ、そこも考えてちょっと後半、はい、残り9ホールパワープレー目指しましょう、目指しましょう、やりましょう、はい、はい、頑張ります。ヘイデイス。どうします渡辺さん、僕から行きます？はい、どうぞ。 OK です。まあ、もう準備されてますけどね僕から行きますって言ってよし、後半の一発でも大事なんでね、はい、行っちゃいましょう。ナイスショー、ナイスショー、 OK だね。ギリフェアウェイかな、フェアウェイ行ってるかな。やるよ、ちょっと暖かくなってきたんで、はい、あ、やるよやるよ。4ホール取らないとね、僕はね。そうですね、あ、最初のうちにもうね3ホールぐらい取っておきたいですからねよし、じゃあもう僕は気楽にいけばいいかな。よし、じゃあ後半もお願いします。お願いします。ナイス、あ、すごい、ズキュンですね、ズキュン。もう僕はバーディー以外採用しないぐらいのつもりで。なるほど、そういう意気込みですね。お願いしますよ。よっしゃ、まあ、4つ取るっていうのがまあ僕の後半のねちょっと宿命ということでただあれですよね、パー4つ取った時に渡辺さんがバーディー取っちゃうとまだね、そこがそうなんだよバランスむずいですね。そこがやっぱ戦略で、もしかしたら場合によっちゃ僕のパーを採用しといた方がいいかもしれない。そう、うん、渡辺さんがバーディー取ったとしてもね、うんうんうん、そうだな、だそこはね、太さんがねバーディー取ったら間違いないです。まあそう確かに、前半みたいにね、はい、そう間違いないですから。前半は僕がパーボギーで、渡辺さんが全部パーでしたっけ。いや、バーディー、あ、でもバーディーが1個とボギーでも2つありますか。あ、僕がボギー、パー、バーディーか、うん、あ、そっかそっか、ボギー2つありましたっけ、うん、あ、そうか、俺が結構やらかしてる。あ、いいとこあるよ。もう雪がないからボール探しやすい本当に間違いない本当ね、さっき結構時間かかりましたね。結構ね、ボールはどこ、そうだね、105だね、はい、105のちょっとフォローか、ちょっと9番で押さえていきます。はい、はい、あー、こぼれました。多分乗ってない、こぼれた、ちょっと強かったかな、バウンドしたの見えましたね。うん、ちょっと強かったな。あれ、あんな近いの渡辺さんえ全然思ったのと違う。今日渡辺さんが J ショット最強に調子いいからです。もうめちゃ飛んでますね飛んでますね。もう残り30ヤード58で、はい、これね、でも何とも言えないんですよね。行き過ぎちゃうとなんかちょっとパッと難しいんで、ただまあ乗せた方がいいかなとは思うんで、はい、土手当たるか当たらんかで、ちょっとやっぱ強い、ちょっと強い、あ、でも止まった、止まった、止まってくればいいかな。だいぶ難しいとこに落としちゃいましたね、僕。3打目、58度で、
さあバーディーパット。結構綺麗。あ、でもしかもそんなに重い。そうですね、下りきらない。なんか全然違いますね前半と、ね、一応じゃあパー狙っていきますね。はい、おお、結構いくね、うん、いや、うん、ダボかな、はい、ダボかな。よし、おー、じゃあナイスパー。まあ、スタートはね、オッケーオッケー、ナイスパーで、ここはじゃあ渡辺さん採用で、はい、オッケー、変わらず2オーバー、オッケー。いやー、あのティーショットはそれは渡辺さん採用するよね。僕からいきます。はい、はい、パー5なので一番長いですね、540ある、540あるんで、ちょっとフォローですね、でもね。はい。うん、ナイスショット。ナイスショット。うん、ちょっとこれを。ああ、オッケー、オッケー、オッケー。フェアウェイ右です。オッケー、言うほどスライスしなかったな、危ねえ。うん。だいぶキュイーンっていっちゃうと思った。キュイーンって。キュイーンってね。ナイスショー。いや、なんか渡辺さんティーショットがやばいっすね。バチバチっすね。バッチバチっすね。群抜。はい、じゃあ2打目ですね。はい、2打目またね、右ドッグレッグになってるんで、ちょうどね200ぐらいのところがバンカー手前なんで、はい、3番ユーティリティでいきます。ちょっとフォローだな、でもな。ですね。まあいいでしょう。おー、ナイスショー。あ、落ちた。オッケー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 。いいじゃないですか。この辺でね、俺もちょっとね、1ホール取っとかんというかね。そうですね。あ、7ホール採用しんというかんからね。あと4。あと4。4か。そう。渡辺さんもいい感じなんだよ。はい。そう。そこなんだよ。で、アプローチとか、手前になればなるほどミスするの俺じゃん。難しいところ。あ、いいとこよ、渡辺さん。まあ、太さんがセカンド良くて。うんうん。釣りオンはしてね、いけそうなんで、はい、お、攻めちゃうかなと。おお、クリークを持って、はいはいはい、でもちょっとフォローっすよね、うん、結構ワンチャンね、うんうん、うまく負ければっていう感じですけど、ただね、若干つま先上がりなんで、はい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 、あまり右に負けるライではないんで。なるほどね。本来は絶対こんなクラブ持たないですから、ここで、このライで。まあこれがね、ちょっとチームプレーで、まあどういう風にできるかっていうのがやっぱね、その人が打つたびに変わってきますからね。なら多分ベターは正面にあるバンカーぐらいを目指して、まあ、200以内で打って3打目を100以内にするが多分理想ですけど、フォローもあるんで、ちょっと木の左ぐらいから。渡辺さんどっちが得意なんですか、フェードとドロー。ドローです、ね、ドローですか。でもフェードで攻めて、ただドローだとこの、ね、傾斜的にちょっと木にも当たる可能性ありますもんね。まあ、ほぼまっすぐなイメージですよね、木の上ぐらい。おー、ナイスフェアウェイ。やっぱりなかなかラインにね、うん、対抗しては難しいですね。でもこういうミスだったら、まあ、まだワンチャンいいっすよね。そう、でも渡辺さんティーショットめっちゃいいじゃないですか、うん、で、なんか前回プライベートでも会った時悪かったって言ってたじゃないですか。何があれですか、違うんですか。
コースが違うだけですね。なんか前回そのプライベート回った時、結構ドッグレッグが多いところで、はいはい、もう全部突き抜けてやらかしたんで、うんうんうん、やっぱり曲げてコントロールできればいいなとは思うんですけ ど、 なるほどやっぱそれがちゃんとした曲げにならないとまっすぐ行ってしまって、球はいいのに結果 OB とか。そうかそうかそうか。今日はねそんなドッグないんで、ま、うんうん、っすぐがちょうどいい感じになってますね。140フォローなんでピッチングで最悪手前でもいいと思って。ラフのところですね。まあ、ここは太さんがねやってくれると思うので108なんで、まあ乗らなくてもちょっと手前、はい、いいかなっていうぐらいでピッチングでいきます。おお、よしよし、ベタ腰、ベタ腰きた。ベタ腰アンド缶のペキオカ。あれバーディーチャンス、これは外せない。これ外せないね、本当だよ。いや完璧じゃないですか。そうですね、ね、あんなもうやらなくていいんですけどもうあれは多分バーディーパット入ってくるんで、僕もこれ4打目なんでちょっとした小技でロブで残りの28ヤードですね、はい、狙いたいと思います。はい、うまい。ちょっと強いですけど止まらない。ナイスローブです。これでも止まらないナイスタッチ。スライスしないですね。はい、ナイスです。ボギーです。さあ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 、まあ決めても決めなくても太したんですけど、決めたいですね。そうですね、ここはね、あんま狙いすぎも良くないし。おお、惜しい。いやナイスです。はい、ナイスパー。はい、じゃあナイスパーパーです。なんで2ホール太し採用で、うん、よいしょ、ナイスです。オッケー、これで僕が4ホール採用ですね、はい、オッケーオッケーオッケー。そう、でもやっぱあれですよね、あそこのパターをやっぱ決めれる人が70代、80代行くんですよね、おそらく、ね、そうだ、ここなんだよな。そうですね、でも十分ですよ、それを続けていけばもうすぐそこなんでね。はい、よし、じゃあ3ホールですね。328ヤードのパー4です。はい、はい、まだね今のところ2オーバーなんで、よし、おお、うんうん、よかったよかった、 OK でしょう。ちょっとまっすぐすぎて、ちょっとそうなんですよ。あ、そっか、怖かったですけど、そうなんですよ、最近たまにあるんですけど、まっすぐ行っちゃう。これはもう僕もショートカット、上からドローで。すごい飛んでた。ナイス、ナイス、曲がらないな、マジでマジでまっすぐ直進、めちゃいいっすね。133で、9番ですね。これはもうピン狙ってきますよ。パーオン、オッケー、
あぶねー、おー、あぶねー、95ですね、残り。うん、距離的に多分上げになってるはずなんで、1個大きめで54です。はい、右側を立てたので、ピンの右側を狙っていければね。あ、でも傾斜がね、つま先上がりなんですよ。いきます。はい、ちょっと巻いたけど、まあまあまあ、ナイスオン。あー、落ちる。ナイスパーオン、パーオン。まあこれ以上で右を攻めちゃうと怖いんでね。うん、そうですよね。それ考えたら、まあ、あれ超えたら下がってるんですかね。うん、可能性あるんですけど、さっきもね、超えて奥下りとか、ね、ここのね、うん、グリーン結構奥下りなんですよ。寄せ湾行きたいですね。寄せ湾こう攻めた方が良さそうです。ここ攻めますよ、と上りなんで、はい、でスライス系かな。え、スライスですか。フックじゃないですか。まっすぐ行きます。まっすぐ。いいんじゃないですか。伸びろ伸びろ伸びろ。ほぼまっすぐです。ほぼまっすぐでした。うん、意見が割れたときは合わせる。じゃあ僕からいきますね。僕がじゃあまず攻めます。惜しい。うわー、ない攻めね。まあトライするしかないでな今。ボギーです。ボギー、はい、ナイスです。任せました、渡辺さん。はい、じゃあもうバーディー狙いで。うわー、ちょっと切れた。うわー、惜しい。ナイスパー。ナイスパーだ。ナイスパよっしゃ、ナイスパー。よし、オッケーオッケー、よしよしよし、パー。よし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 。まだまだ2オーバーで耐えてますね。あ、耐えてます。残りがだからお互い多分3対応ぐらいになる、ね、そうか、そうしないといけないな。オッケーオッケーオッケー。めっちゃいい。おー、いいんじゃないですかこれ。めっちゃいい。もし渡辺さんがバーディーだとしても、僕がパーだったら僕の採用した方がいいかもしんないっすよね。どうします、渡辺さん、ここ。はい、やべ、まだ可能性はある。